30回の、お祭りが、開かれたということで本当に、おめでとうございます。私たちも少しでもお力になれるように、今後も頑張っていきたいと思っておりますので、どうか皆様、今後も温かいご声援などよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。夢騒乱エサシ心一つ怪人無双夢騒乱エサシの皆さんでした。ありがとうございました。